三行橋は、広島県広島市の京橋側に架かる道路を呼び、鉄道の併用橋である。中央に、広島電鉄の軌道、その両側に車道と歩道がある併用橋である。東岸の南区南町2.6丁目と西岸の千田町3丁目を結ぶ。上流に平野橋がある。また、仮設以来、久しく京橋側で、最も下流地点の橋であったが、 2000年に、下流側に宇品橋が開通した。広島市の市街地中心部から、南部の広島港、広島湾岸道路へと向かう、幹線道路上に位置するため、交通量が集中ししばしば渋滞が発生する、地点となっている。また橋の西詰めは、広島市道三幸橋、三崎線の起点である。1945年被爆当時の橋の所言を示す。 もともとこの地は、江戸時代初期は海であった。江戸時代中期に、右岸川の仙田地区は、干拓により開発される。明治に入り、近代的な貿易港整備の必要性に迫られた、こと、廃藩地県以降の旧広島藩市に対する、私属受産として、大規模な公共工事が考えられていた中で、宇品な港整備とそれに伴う宇品地区埋め立てが、決定した。 1885年、宇治地工事業に伴い加強された。140軒規模の橋で当時広島で最も長い目標であったことから、長橋と呼ばれ、川口橋という別称もあった。ちなみに、橋自体は1885年以前から存在し、1885年は、架け替えとする見解もある。この長橋の名はしばらく使われ、少なくとも、 大正時代初期まで用いられたとする記録がある。同年8月、三陽道行行中の明治天皇が広島を訪問し、この橋を渡ったことから、三雪橋と解消された。なお、明治天皇は合計3度この橋を渡っている。あと2回は1894年、日清戦争勃発し広島城内に、広島大本営が設置された際に、 大本営から、宇品港を出発し、クレチンジュフを行行することになりその行き帰りの道順としてこの橋を渡っている。この時の行行記念として三行橋に改称したとする資料もある。三行橋は、広島市中心部から宇品港へと向かう、幹線道路上に位置しているため、日清戦争から第二次世界大戦に至るまで、隊列を組んだ兵士、軍人たちは、 市中心部の陸軍駐屯地から南下してこの橋を渡り、平坦基地たる宇品から海外の戦場へと出征していった。1911年、再び目標に掛け替えが行われている。この時点での長さ114馬、幅橋まで未だしない最長の長さであった。この三行橋は、1912年の市電開通時に軌道を通すことができずが終点。 対岸の宇品方面に路線を延伸した際には、橋の西めの電停で一旦乗客を下ろし、徒歩で橋を渡って、東めの電停で、再び乗車させる方法が取られた。1919年、この橋の北側に、軌道専用橋が竣工され、市電は連結される。その後、老朽化によりこの二つの橋から公共への、掛け替え工事が、決定。 1928年広島県議会にて、確定、翌1929年寄港予定で進められていた。そこへ、同年、浜口内閣が発足し同時に、予算禁縮方針に伴い誤災祝い橋掛け替えのための国庫補助金がすべて削除されることになり、予算を組んだ県の判断により着工が遅れることになった。 その後方針転換され、昭和恐慌以降の景気対策の一環として、補助金が降りることになった。1931年5月28日に竣工広島市では、最初の道路、軌道併用橋となった。走行時費は、当時のお金で438,171円。当時は、中国地方でも稀な長大橋であった。なお、 昭和初期に架けられた橋には、厚生欄干が用いられているが、1945年被爆後に、撮影された写真には、金物が存在していない。これは、太平洋戦争中に交付された、金属類回収例のためである可能性が高い。松茂により撮影された写真のモニュメント1945年8月6日の、原爆被災に際しては、爆心地より、 約2270メートルに位置しており、爆風により、石像の降欄が双方とも倒れ南側は川中に転落するなど、大きな被害を受けた。しかし、落橋自体は、免れたため対岸の宇品方面へ避難する理財者が、橋に殺到し、混乱と生産を極めた。この日の午前11時ごろ、勤務先の中国新聞に向かっていた、カメラマン。 松茂美人は、橋の西めで、爆心地方面から逃れ応急手当てを受けていた、被爆者の群衆を目の当たりにして写真を撮影。これらが被爆当日の広島市街中心部を、撮影したほとんど唯一の写真となった。現在、橋の西め南側には松茂により撮影された、写真のモニュメントが設置されている。二代目の橋は、戦後も長く使用されていたが、 被爆による痛みに加え老朽化や交通量増大による痛みが目立ち、九百六十九年から掛け替え工事が始められた。しかし、幹線道路であるため一度にすべての改築を行うことができず、上下半分ずつの掛け替えを行ったため長期間にわたる後期となり、九百九十年九月五日になって、竣工現在に至っている。西爪に、 広島電鉄宇治那線、五歳祝橋電停東詰めに、南町六丁目停留場がある。平和関連モニュメントも多く、東詰め北側には、折り鶴モニュメント、西詰め南側には、市内最大規模の、原爆被災説明板が、西詰め北側には、広島広島広島石踏み、が立っている。急郷の親柱、中柱の一部もその付近に保存されている。 東詰北側には以前、日本船売公社広島工場があった。2004年3月に閉鎖し、現在は、夢タウン広島となっている。その敷地内には、バレーボール JT、サンダーズ広島の本拠地である、猫田記念体育館が建っている。周辺には、その他にも、広島県立図書館などが建つ千田公園、おさむ道中学校、高等学校、 広島大学附属中学校、高等学校などが存在する。ありがとうございます。